京のやりたい放題よいしょイエイわぁいよいよ来た来た来たの、ホストクラブですですはいですやばい、クラブレオ画面がちょっと一回戻してもらって画面が壊れてますねすいません、なんかあ戻ったクラブレオのやりたい放題始まりましたイエーイよっまた弘前よっあっちに映ってるでしょ弘前よっあっちに映ってるでしょが、あ映ってるみんな こっちには映ってないんだけど今画面がバグってるんですよ目の前の画面がいやー乾杯するいやーとりあえず乾杯しましょうか、はい、乾杯でいやー俺のがどれか分かるイエイ俺のグラスはこれじゃないよじゃあ俺のこれでもう俺のどれピーチゴットあ、これですあ、俺これはいなんかはいふざけんね俺に決まってんだよピーチゴやだよピーチゴじゃあコップいやいやいやとりあえず乾杯しましょう今日は、今宵は、5月の8日ですかイエイはい、5月8日木曜日、クラブレオやりたい放題今月第1週目として、盛り上げていきましょう久しぶり、乾杯乾杯イエイ朝日ビールビンビールだよあー、これ久々っすね意外とこれダメだな、グラス注ごうじゃあこれでいや、俺がどんだけ飲んでるか見えないじゃん見えないですよ来てるな、これ来てるな激しいなこう俺激しいよいや、こっち映ってない2週間ですね、放送がやばい、これやばいとりあえずはい春はとレオは多分今向かってると思います多分ヘアメかなんかで混んでんじゃないかなというわけで、まずは自己紹介からいきたいと思いますはい、じゃあそれでは、レギュラーのケンケンからお願いします茨城が生んだ顔デカマシーンケンケンですよー確かに顔デカいよいしょケンケンさんよいしょ次は俺ユウさん何週間だ2、3週間ぶりのユウですえよいしょなんで2、3週間ぶりなの多分前回3、4週間ぶりぐらいですねそうだよねなんで出なかったのえなんかあ俺が出なくていいよなんか前回が多分ねジンさんとねリュウがねいやもう出なくていいよだったからじゃあ行かないっやっぱりありがたみを感じた方がいいですよねいない時のリュウさんいないなっていう日がはいユウくんクラブレオの代表やってます、ジンですいいよはい黒崎ジン真面目だよ歌舞伎のスーパースタースーパースターによいしょよいしょジンさんに何があった何そしてはい将来住みたい街はマサラタウンフレンドリーショップの店員さんになってサトシにコビを売るんだよっピーチゴットだよよろしくイエイイエイはい、ここまでが、大体の、うちの番組のレギュラーとなってますあとはね、2人後ほど来るんで、じゃあそれでは、本日のゲスト、じゃあそれではですねじゃあこちらにいますまずお願いしますはい、ちょっと初出演の桂脱ぐとああ間違えた間違えた夜桜ゆいとですお願いしますはい、よっイエイえ、桂え、桂よいよえ、どういうこと桂ってどういうこと桂カツラって何？なんすか？どういうことカツラ？いや俺たまに無駄な帽子かぶってるんで。カツラ結構さ、聞こえてんのかな？聞こえてる。結構さ、NG なの。いや結構。言っていいの？オッケーっぽい。あ、オッケーオッケーなんだ。自分で言えないの？
ちょっと自分の名前はいつもの名前はまだじゃない。リカじゃないな。リカじゃない。じゃあそれでは、まあ、夜桜ゆいとね、夜桜ゆいとでいいんだよね。はい、夜桜ゆいとです。フレッシュな若者が入ってきました。福岡からですかね。はい、はるばるやってきて、先月なんてすごかったね。新人賞、多分ね、クラブレオ始まって以来初なんじゃないでしょうか。初ですね。はいはい。で、うちのグループで、俺が働いてきた店の中では俺以来に次ぐ、3、4年ぶりぐらいかなに取った伝説の男、ゆいと。よっ、はい、あよっ、ぐい、売り上げ最高だよ。ぐいぐい、よし、ほい、ぐ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 い、よし、ほい。はい、じゃあそれでは、ゲスト2人目、どうぞお願いします。新人賞、1ヶ月前に入りました、ピノです。よろしく。よいしょー、ベテラン、ベテラン。まあ、彼はですね、新人というか、最近入店したんですけども、もともと、うちのもともと同じオーナーの元で働いてました。まあ、噂によると、相当なベテランさんで、やはりこう一緒に宅ついても面白いと思います。今度場内してみてもいいんじゃないかな。危ないです、うん、その紹介危ない。ピーチホットだよ。はい、というわけで自己紹介終わりましたけども、俺は毎回さあ、何も今日聞かされてないんだけど、何喋るの今日は。リュウが何か決めてたじゃん。今日は、前回カラオケで盛り上がったということで、一発目からケンケンさんに、それさ、伝説の疑いを披露してもらおうみたいな、それさ、そんなテーマでしたね、今日。え、何やるの。それ絶対引っ張れないでしょ、カラオケだけじゃ。え、カラオケあんの。全然引っ張れないでしょ。早いし、やるの早いし、関係あるっす。早いし、引っ張れないそれ結構後半じゃないね。全然こう、しらけてる時になってもちょっとなんか俺、なんかもっとなかった、そのカラオケ前なんかあったじゃん。カラオケの前、いろいろあったっすね。なんか、あったじゃん。一本グランプリとか。あ、そうだね、結局今日なんかこの場を持って一本グランプリをやりましょうみたいな。いや、大喜利でしょ、だからケンケンさん主導のもと。そんな力あんの、みんなに大喜利。大喜利とか。あ、大喜利をやるってこと。はいはいはい。ごめん、全然話聞いてなかった今。大喜利をやる。俺しかもそれ言ってないし、大喜利やろう発言は俺じゃないし。大喜利か何か分かりません、俺は。ほらね、ほら来た、こういうやつがいるんだよ、はい、この、はい、何何、リュウがちょっと一回さ、仕切ってみて。大喜利ですか。全然把握してないわ。はい、俺もハルさんに聞いただけでどう。いやいや、逃げーじゃん。いやいや、逃げーじゃん。逃げーやめだよ。俺の義理がね、もう。なんか言ってたじゃん、だからそのホワイトボードじゃん。リュウマのこと嫌いになりそう、俺。そのホワイトボードガチですか、買いなよみたいなさ、ガチです。話だったじゃん。いいね。ホワイトボードとかでやります。あー、なんかやんの、使うの。いいね。いや、でも人数分ないじゃん、リュウが。あんの。なんかあるんだよね、もちろん。はい、あ、すいません。ピーチボットはそういうところ準備してるんです。線がね、つけるんだ。もてんがね、絶対もともとあるやつでしょ、完全に。お前、しかも、全然足りないやん。線がないですね。ケンケンさん、絆歌って書いてます。線ないわ。え、絆歌って。絆歌ってって書いてます。古いね、それ。1年ぐらい前でしょ。絆歌って。NG コメントです。で、ピーチホットってなってるよ。ピーチホットになってる。ピーチホットの由来だって。ピーチホットだよ、みんな。リュウがどうすんの、これ渡されたけど。ペンないんで、持っててください。すごいよね。いや、全然、全然まだ決まってない。エアーでいいよ。なんなんだよ。エアーでいいよ。リュウがエアーでいいから。リュウが、はい、俺もう帰るわ。いや、もうジンさん、そんな帰るわ。いや、俺も帰ろうかな。毎週言ってるよね、なんで、何なんで、何も考えてないの。この受けるの公開しかり。え、誰その、ニコ生を司る。実際つかさどってんのは、まあ、一ノ瀬春さんですけど。あ、それで人のせいにする。いや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 、いや、つかさどってんのはやっぱ、お前何隊。お前何隊だ。お前何隊だよ。ナイトチューブ隊。公開のナイトチューブ隊ってものがあるのか。はい、ありますね。そして歌舞伎町の妖精であるこの俺が、え、だってもうつかさどってる。だって優香がだからその生きたってことでしょ。その座り方といい、なんかなぜこの公開の感じ。このピッピノさん可愛いって。ピノさん、かわいいだって。かわいいから。脱いじゃん。何、ちょっとさ、ピノ、あれじゃね。あれ、タマモリっぽくね。ゲスト真ん中がいいんじゃね。ゲスト真ん中にしよっか。あれ、ちょっと、タマモリじゃね。で、ジャニーズ揃ってんじゃん。だって、村上でしょ。村上です、はい、村上です。完全に村上です、俺。関ジャニの村上にだもんね。はい、村上です、俺。
マジ、はい、村上なんだけど村上は頭取れんの、それ頭結構これ自由自在なんだよ。取ると誰だろ、取ると、あ、ちょっと待って、取んないでこうさ、どんどんちょっと上げてて、あ、上げていく感じだとありがとう、もうちょっとこんな感じなんで、うん、え、何、ゴシゴシ定番の挨拶して、ちょっとアップにお願いします、定番の挨拶を。いや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 、あ、ほら来た来た、やばいよやばいよ、毎回もうちょっとあげて、もうちょっともうちょい、もうちょい、こうはい、よしよしよし、それぐらいがいいんだよ、それぐらいがいいんだよ、それぐらいがいいんだよ、それぐらいがカメラ、いや、カメラ、はい、ゆいとです、なんで、なんでかわかんないやつがいる、なんで俺のカメラ自由自在なんで、一気にコメントすげえ来た、やばいやばい、ビート間違えても全部撮んない、全部ダメ、まだ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 いけるから、ここはまだ1時間持つと、これやばいやばいっすね、もう一回上がりしてみた、もう一回戻しますよ、もうちょい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 、頭皮がね、頭皮が柔らかい、もうちょっと、はい、もうちょっとなんで、やばってやばい、やばいっすね、一気に増えたね、コメント、さすがユイと持ってるわ、ほら、次のじゃあ、あ、じゃあ分かった、俺この話しようかな、じゃあはいはい、この話しちゃおうかな、この、いや、やめとこうかな、いや、やめとこう、いや、しちゃおうか、お願いします、マジでズラだったんだ、いや、今の振り方って別に気になるちょっと気にならなかった、ごめん、誰も止めようと、結構どうでもいい話ですけど、お願いします、ビッグイテリオ、やばいやばいやばい、最近、まあ、ステーキ食べに行ったんですよね、はい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 、そう、タレ選べるとこないと、そのステーキのタレを、はい、そう、だから何だれ、なんか和風だれにするか、そう、いつも何を、はいはい、何にするかってどうでもいい、うんうん、そう、俺そこでいつも迷うんですよ、いや、そう、なんか全部取る、醤油で行くのか、そのおろしなんちゃらで行くのか、ちなみにそのケンケンが今想像してるお店はどこなんですか、全然、あ、俺全然、全然食いしん坊っていう、あ、知らんわ、普通の、え、ユージわかんないわ、わかんないえ、どこにあるの、ユージわかんないわ、新大久保にあるね、大久保通りに、あんま美味しくないんですけど美味しくない、あ、なんか そこだ、そこしかないみたいな感じで言ってるんで、はいはい、今みんなが聞きたいのはズラの話どうやらズラの話らしくて、サボリさんも驚き、あー、でもじゃあステーキの食い方って人それぞれ違うかもね、え、これ広げる、広げる、もういいよもういいよ、いや、広げよ、あの、広げてみる、話すことないし俺ら、広げてみる、広げよ、ステーキの話ぐらいしかも、ステーキ、あ、じゃあまずさ、まずステーキ、牛なのか、鳥なのか、豚なのか、そこはでも牛じゃない、牛で行こうか、牛限定で行く、あ、じゃあ、サーロインステーキなのか、ヒレステーキなのか、俺サーロインですね、あ、サーロイン、は、俺ヒレだわ、え、サーロインの人、はい、俺も、じゃあ、あ、え、お前も、フィレ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 の、ヒレ、お前、ヒビレって、切り身って言うの、ヒレ、ヒレ、牛よりズラハってやばい、ヒレハス、ヒレハス、牛よりズラハみたいです、やっぱり食べたことないですね、俺サーロインしか、そのなんかあんまり、ヒレはね、油がないんだよ、あんまりこう、ね、さっぱりしてる、え、じゃあ、その、脂身を、あの、なんかさ、端っこの脂身だけになっちゃうパターンじゃん、俺それ、ちょっと待って、やばいよ、これ、え、それを、え、じゃあさ、あの、こう、ステーキあります、はいはい、出てくるじゃん、ジュージュージュージュなってるじゃん、うんうん、じゃあソース選ぼっか、まずは、はい、ソースかけるのか、塩コショウなのか、あの、わさび醤油なのか、ありますね、わさび醤油美味しいですね、なんか、あの、ビリーザキットなんかだと、なんだろうな、オイスターソースじゃなくて、なんていうのあれ、ウスターソースみたいなやつに、ニンニクでマスタードとかあるじゃん、タバスコだとか、ケンケンどう食べる、いや俺普通になんかタレみたいなやつ、俺タレ派なんですよタレタレって何、焼肉のタレタレやな、みたいな、なんかそのとりあえず焼きソースみたいなあるやつ、あーそうそう、もう焼きソースみたいなもん、であんま塩とかガーリックとかいかないですね、定番っていうか、はいはいはい、ズラ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 、もうズラズラで来てるんだよ、塩とかガーリックしか行かない、ズラズラステーキやってる、ズラ、いやいやいや、ゆいとはどう、ゆいとはどう食べんのステーキ、いやもうステーキは俺塩で食べるときは塩、まあ、食べるときは塩かぶせる、いやもう食べるときは帽子こうする早い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 、ごめんね、ごめんね、でもでもあのまだ髪の毛、あ、うん、あ、まあいっか、あー、びっくりした、危ない、食べるときはやっぱ外さないとね、危ない、取るときは外さないと、これ今流行りなんで、今流行りのあれだもんね、ハットだもんね、そうですね、ハット、ハット気分で俺は被ってるんですよ、ニューエラみたいな感じで、ニューエラミー系な感じで、ニューエラみたいですね、俺は確かに、これの中身は確かにちょっとミー系だよね、はい、そうなんですよね、もうバンダナ巻いてる、バンダナ巻いてますね、はい、いつでも水泳系より水泳帽も被ってるんですね、すげえな、でもズラズラ、すごい、まあいいか、ネットかぶってるって来てるよ、ネットちゃんとかぶってますはい、ネットかぶるよね、ちょっとなえたわだってやばい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 
変えられた。あ、やばい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 。おねえじゃないよ、この顔でおねえはかなりやばいでしょ。まあ、いいか、あの、ゆいとは塩なのね。塩、塩、え、塩、俺は塩ですね。塩、ね、うん、なんか焼肉でも、焼肉ではやっぱタレですね。あ、うん、なんか良さそうな肉食ってるね、塩で食べるっていうのは。新人賞なんてもう金がすごいもん、バンバンサワサワ。いや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 、すごいですよ、もう給料日楽しみでしかないでしょ。もうもう楽しみですね、もう、ね、こんぐらいじゃん、こんぐらいの厚さはあるんじゃない、その1万円札は。こんなもんですよね、もう基本的には絶対ある、うん、こんぐらいは、うん、あるよ。え、で、ピノは、ま、てか、ピノはあら、そうこうしているうちに何わさわさしてたね、今すげえガガガガ言ってる。これ、これ言うのかな。あ、言おう言おう。これ普通の、あ、また来ます、バーベキューソースみたいな。あー、まあまあ、まあ、普通のやつ。え、あ、だ俺もそれですね、バーベキューソースみたいな。あー、わかるわかる、定番っていうか、それは定番っすね。え、食べるときはさ、右から行く、左から行く。あ、俺左だよね。左っすね、すぐ左です。あ、俺左っすね。あ、左っすね。左から食べるとさ、あ、いや、俺右、すごいコメント来ましたね。あれ、何はどっちか、ずらのやつには何にはずら何枚必要ですか。どっちか、なんか根本的にステーキのあれつまんなくね。だいぶ前からめっちゃつまんなくね。だいぶ前からやめよ。いや、リュウがつまんないって顔してるけど、お前のせいでもあるからね、その8割。いや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 、8割はそのステーキ話させたのもリュウガのせいでもあるからね。いや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 、ケンケンさん、こんなに俺愛してる。あ、ちょっとうちの大将どもが来たんで。すいませんでした。ハルさん、メオさん、どうでしょう。もうステーキの話をしてやらないと。ユウくんよりズラくんいいかも、ユウくんよりズラくんいいかもって言われます、俺。ほんと？はい。いいよ。ピンポイントで拾うな。ピンポイントで拾うな、その。ピンポイントで拾うな。いや、ピンポイントがいい。ピンポイントで拾うな。自分のプラスが大好きな。自分のプラスが。ハゲグイ。ハゲグイってきました。え、それ言っちゃ、あ、言っちゃいました。あ、そうなの。やばー、大集合。やばー、お肉脱ぎました。今までちょっと鼻を取ってたぐらい。この番組、米拾うって聞いてきたのに。俺ぐらいじゃん。部屋目30分以上待つされてこのままなんだけど。いやえ、なんで。混んですぎて、もうタオルすらかけてくれないし、ムカついてもういいやと思って、もう取ってきましたよ。超ムカついた。前日予約してないの。え、しない、なんかないんだよ。ないんすか。ない、ない、やったことない。おはようございます。やったことない。絶対ある。じゃあ、ほんとにほんとに。あー、おはようございます。おはようございます。あれ、何の話してた。ステーキの話。ユーガのせいでステーキの話。ステーキの話をして。ビリーってこと。ユイトが普通にもう肉に関して。サル君の横のズラの理由を教えてください。ズラの理由。なんかさ、ちょっとズラズラコメントうるさいから、ズラの理由とかいろいろもう喋ろ。ズラコメント俺ちょっと逆に拾うんすか。ズラ30分に戻よ。30分でもなんか一回出しちゃったんだよね。そう、出してるよ。危ねぇ。初めましてで紹介しなきゃ。ユイトも、ユイト面白いことするんだろうって。もうズラの理由は何なの。ちなみに、いや、ズラの理由は俺ちげえ、ちゃんと髪の毛あるんですけど、テンパーで、もともと角刈り、そこから髪伸ばしてて、髪型がおかしいんですよ。ヤンキーだったらヤンキー伸ばし中ってことだよ。そう、伸ばし中で、まあまあ伸びてるんですけど、角刈りから伸ばしてるから全体的に同じ長さで、カッパみたいになっちゃうから、とりあえずウィッグでいいやみたいな感じで。とりあえず、とりあえず、はい。まあ、おしゃれの一種なんですよね、俺の中では。え、地毛はどんな感じなの。いや、地毛まあまあ、こうやばい。まあ、こう、ヤンキー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 、ヤクザ、ヤクザ。これぐらいは、やばやば。意外と、カメラ目線。カメラ、意外と俺、これぐらいは地毛あるんですけど。かっこいいこと言って。かっこいいこと言って。ちょっと、ナルシストなコメント。ナルシストなコメントまで、3、2、1、1。はいよ。俺、なんかカツラだけど、一応、あの、頑張って仕事してるし、一応お客さんいます。普通かてめぇ。普通かてめぇ。ほらほら、すごい男らしい。よかったよかった。やっぱりそうなんだよ。いや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 、こっちの方がいいんだよ。意外と、いい、そっちの方がいいと思う。いや、意外とこっちの方がいいと思う。でも、ほら来てるよ、なんかそっちの方が男らしい。ほら、いやじゃあ俺、明日から地毛で行きます。おいおい、ほんとに。明日から地毛で行きます。清水翔太そっくりって来てる。おい、ちょ、これもうウィッグじゃん。もうやばい、加藤美優。いやいや、ちょ、歌われちゃう。じゃあ、行きますか。歌はチェイさんも初回ついてさ、いいっすかってこうやってたよ。あ、それもう俺も教えたわ。あ、教えた、もう教えた。そっから名刺出すみたいな。それで一回俺、受けよくて、で、送りまで行けたんですけど、2回目もちょっとそれでじゃあ行けるやと思って脱いだら、めっちゃしらけてしまって。そうだ、いや、何こいつみたいな感じになっちゃったんですよ。それでスーツ着ればいいならって。
やっぱこれ、みんなが教えてくれてんじゃん。うん、女の子の意見って結構大事だからね。ピノってこと？そうよ、ピノよ、ピノ。え、ピノいんの？いますよ。怖っ。あ、怖っ。ピノはなんだかった。いいね。それだけで、それだけでいこう、それだけで、それだけで。これだけで、ノピくん。ほらほらもう、もうやばいじゃん、BK じゃん、BK、ネットだけがこういうキャップあるじゃん、BK あるよね、BK の水泳帽でしょ、水泳帽なんで黒人がよく、いつでも泳げるようにいやもういいよ、このアップいやいや、なんでアップなんすか、これ兄弟のアップでしょはい、もうはい昨日ちょっとなんかもう人多いね、人多いねね、ちょっとじいさんコミュ障だから喋れなくなっちゃうよ。大丈夫、場所変わりますか。いやもういいよ、ズラは。じゃあもう一回かぶります。俺場所変わりますか。俺新幹線やっぱズラよりいい。やべ、乾杯する前に飲んじゃった。おーす、もういいよ。あの最低だね、君。そうやってアイス入れたのを自分が。季節外れのサンタの名前は聞かれてます。どういうこと。あ、これね。はい、リュウガさん。リュウガね。ピーチホットだよ。かぶり慣れてるね。ハルさん、手振ってください。ういういユイト可愛いね。ありがとうございます。ユイトの番組になるね、そろそろ。いやいや、まだまだユイトのやりたい方だよ。ブラスク。俺今日あんま喋れないからユイト喋ってよ。ババババババ。うわ、いいねいいね。何今の、何今の。ボイスパーカッションやった。バカナルトでしょ。あ、いやバカナルトだ。ボイスパーカッションできるんだよ。できますね、これ。じゃあ一回やってみてよ。いや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 、それ違うでしょ、それ違うでしょ。ボイパーはあれでしょ。レオさんの後ろでリュウガじゃない。リュウガボイパーいつもやってるよね、ボイパー。リュウガブこれ。あ、レオさん、ほらクオリティでしょ。俺のビートクオリティーやる。血を張ってるもんね、クオリティーが。ラップ、ラップ、ラップ、ラップ。火ワンツー、ワンツー、あかんすね、終わったっす。今ね、今日何やんの。今日大喜利一本グランプリっすね。え、大喜利と一本グランプリをやろうかなみたいな。やんの流れになってましたが。なるほど。何のネタも。リュウがやっちゃったよ。あ、いやいやいや。他の店舗。SM ショーじゃねえかよ。やっちゃダメっす、それもう。SM、これ何なの。これ前の店舗のやつですね。前の店舗が使われてるから、もうリュウがに。SM ショーやん。やっちゃったやつをやっちゃったね。被っちゃったな。君が。被っちゃったし、まあ前の放送では面白いでしょ。あれでもミーティングでなんか他のホスト落とす発言やめようよ。やめようよ。言っててそれか。やめようよ。言ってそんな感じか。放送、放送だから。そんな感じか、言ってて。ピオでも。逃げ始めたな。だんだん逃げ始めたな。まあまあまあ。逃げ始めたな。ああ。はるちゃんアヒルしてって書いてます。アヒル口してって。アヒルしてってどういうこと？お得意のね、アヒル口ね。ボイパーやってんよ、もう。ズラくん、ズラ前と後ろ、逆だよ、嘘。あれ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 、明日の勝負みたいになるやつ。いやいや、やっぱ逆だったわ。明日の勝負みたいになる。それが逆なんじゃん、そうそう。これが逆なんだと思うよ。こうなんすよね、やっぱりね。お前やばい、ヤンキーだぞ、マジ。やばい、もうヤンキーだよ、お前。リーゼント。いい、いいね、それいいね。これが一緒ね、やっぱりね。やばい。かっこいい。これでさ、これをさ、ちょっとこうさ。え、いや。これをちょっとこうさ、ちょっといい。え、こうさ。あ、じゃあちょっと、やばい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 、ヤンキーが混じってる。やばいやばいやばい。いいね、ヤンキーいいじゃん。俺ヤンキーいいと思うけどな。いやいや、俺ヤンキーじゃないんで。ヤンキーキャラでいけばいいの。ぶっ込みのタクとか超見てたから超好きだよ、ヤンキー。いやもうヤンキーは俺俺湘南純愛組めっちゃ好き。あー、俺も好き。あれめっちゃ面白いですよね。ね、あれめっちゃ面白いですよね。鬼塚だよ。漫画、漫画やつ。GTO の漫画やつ。鬼は古い。え、ぶったくじゃないの、みんな。ぶったくじゃないの。ぶっ込めるタク。ぶっ込めるタクだ。え、ぶっ込めでしょ。眉毛なんでセンターなの。いや、ぶったくって言うんだよ。ぶったく。いやー、古いわ、古い。え、チャンプロードでしょ、ピノは。いや、俺、チャンプロード。いや、ぶっ込みだから。漫画でもないじゃん。いや、ぶっ込みだよ、ぶっ込み。いやいや、中学の時なんて、ねえ。いや、ぶっ込みだよ。チャンプロード。裏でか、ね、制服買おうとしてるでしょ。前田健三、前田健三。もうそういうヤンキーの話やめよ。ヤンキー、ヤンキーやめよ。大佐でしょ。もう30分経つんだね。早いですね。早いね。いや、30分いなかったっすね。じゃあ、隊長。行っちゃったね。少し聞いてくださいよ。隊長、隊長。残り30分。よし、わしですか。わしですか。はい。今日ちょっと龍河が MC なんだけどな。おかしいな。初めて聞きましたよ。殺すぞお前。もう殺すぞ龍河。調子乗んなよ。ぶっ込みのタク。ぶったく。ぶったく。一本グランプリとか次したいですよね。ちゃんと練ってきても。お前
まあ、それがお前のやつの仕事だよ。みんながもう攻めてくる、この感じ。しかも公開でね。今日1時間公開処刑。今日1時間。最悪ですよ、レオさん先輩としても。今日1時間なんですけど、あの僕、5月10日誕生日、バースデーやるんですよ。はい。でもいいね。でもバースデーイベント。最近ちょっと起きれなくて。いいね。明後日バースデーなんですよ。ゆいとお姉ちゃん、はい、もうなんかいろいろ決まってんの？何も決まってません。お姉ちゃんいるの？着る服と。お姉ちゃん見てるって。そう、やばいっすよね。あの着る服を、着る服を、うっせーな。お姉ちゃん本当に見てるの？いや、本当に姉ちゃんいて。マジ姉ちゃん見てる？多分やばいっすよ、俺ちょっとやばいっすよ、俺。お姉ちゃん、ホステルとかしてんの？してます、みんなしてます。家族もしてる、はい、ごめん、いけない。地元じゃ人気者なん。いやいや、全然です。そう、着る服を迷ってるんですよね。今からちょっと僕見に行くんですけど、服って何着るか。いや、だからなんか袴系とか、袴とか着物とか花魁とか、なんかいろいろあるじゃん。花魁はね、気持ち悪くない。やっぱりその話してたんですよね、俺最近。花魁やるやつってちょっと気持ち悪いんだよね、男として。やっぱりなんでもいいわけよ、ぶっちゃけね。例えで今言っただけだから。それでなんかその話最近したんですよ、花魁はやめた方がいいっていう、うん、だから多分着物かなぐらい。着物がいいんじゃない。そうですね、袴がいいと思うんですけどね、俺。袴来たじゃん、もう。袴この間来たじゃん。確かに。ビシッと。そうだから、ね、ちょっとでもさ、白スーツとかちょっとキモいじゃん。そんなことない。そっぽいだね。マジで俺白スーツ。いやだってでも春は結構さ、白馬のおじさまキャラじゃん。いや、まあ、キャラ的にはね。キャラ的にというか、そこは否めない。ゆいと馬だもんね、もう。パチ結構馬のキャラ。いや春ちゃんみたいな感じじゃん、もう。どうしよう、悩んでるんですよね、今。なんだろうね、俺も。でもなんか最近の入り、ほら T シャツとかが多いじゃん。あ、確かに。ラフですよね、結構。ラフだよね。まああれもあれでいいよね、なんか爽やかで。結構みんな一緒だもんね、今のやつ。まあね。ウィッグは被るんですか、その時。ウィッグは被るね。被る。やっぱりそれもじゃあ探しに行かないと。それも今日探しに行かないと。そうだから、ちょっとね、本当に。いやでも本当に俺は、ジンさんとケンケンとレオが、まあ、ジンさんはないけど、君たち二人がお茶引いたら俺はもう二度と君たちと口を聞かないって俺はもう決めたから、心に誓ったから。まあ、ないでしょうね、それは。ないね。俺だってもう携帯いじんなくてもお客さんバンバン来ちゃうから。レオがもう違うな、これ。それはむしろ、もし取れてくるんだったら春のおかげじゃね。違かったな。うるせえな。貧乏かい。いや、なんか面白いことやんないの。じゃあ、とりあえずケンケン歌おうか。そうっすね。あるの知らない。このなんかその微妙な流れの歌はちょっと俺あれだな。すいません、あの電目ください。強制的な。いやもうだってケンケンだけ歌ってないからね。目覚めるわ。そうですね、先々週。いやでもさ、なんかその2週にわたって。いや、ケンケンだけっすよ。カラオケ、あ、まあケンケンだけっす。ケンケンだったらいいよ。ケンケンだけっす。いや、じゃあ一回誰か挟もうよ。あ、いい。いや、その時間がもったいないね。その時間もね。そうですね。ケンケンってなんか人がやるときはもうすごいノリノリなんだけど。そうですね。自分がやっちゃう。先週やってないのケンケンさんだけっすね。いや、この空気嫌だけど、俺結構滑ると思うけどね。もうなんかバイトしたいです、40歳のメタボですが、絶対雇わないわ。速攻お前クビだわ、バーカ。というわけで CM。 イエイイエイ。ぽいぽいどいな。パール楽しい、ルービックキューブ楽しい、薄いじり楽しい。次は終了。マジ終わった。どうやんだっけ。あいつらに賞金100万裏双方は、あ、これか。賞金 80% バック、入店祝い金高額支給、BS グループ。簡単だろ。
と。ああ、なんか開けたね。はい。なんか急だね今日。40だけど自信はありますか阪神。なんなの。いやもういらねえから40歳とか。じゃあちょっと LINE してこいよ俺に。ああ、そうだよ、もう LINE してこいよ。いや負けんかもしれない。本当に。いや今 CM 中さ、ちょっと春に怒ってて。怒られたんだよ本当に。で、理由がなくて。ちゃんと内容、ニコ生やるんだったら内容考えてこいよみたいな、怒ってて。怒るじゃん。あ、しょげるかなと思ったら、逆に春は龍河に怒るし。これずっといいわ。イタチごっこ。これが、これがピラミッドってものかな。そうっすね。そうっすね。じゃあ結果論、龍河が本当にもう反抗したらもうね。結果論龍河が悪いってことなんじゃ。そうだね。結果論で話しちゃったら。結果ね。まあ、反抗したそうな顔してんね。反抗する？いや反抗しないですもん。好きなんで俺愛してるっす。春には反抗しないね。俺にさっきめっちゃ反抗してた。そういうこと言いますからね。してないの。なめられたのに。してないですからね反抗。いやいいね。じゃあその大喜利とやらはとりあえず今日はやんないのかな。そうですね。龍河が悪いんで。はい。コメント拾う？コメント拾うか。じゃあ困った時はコメント拾うぜ。困った時はコメント拾うから。はい。俺40代男が目についてしょうがねえわ。ゆいとお大好き。ちょっとやだな俺40の男は。え、なわけないよね。あ、ゆいと大好きやって。ゆいと大好きだって大好きって書いてますね。俺も大好きです。なんかあとさ、坂の僕からです。なんか何を早くなの。さあ、坂コメントって書いてないですよな、もうそういう系の文系のコメントは。いや、レオのコメントはもうね、ラルク歌ってぐらいしか危ない危ない。そう、危ない。いやでも流れが危ない。なんかね、あのうちじゃなくてさ、ニコ生自体が何あれ、あの歌うまか歌うまよ歌うまにね、なんかやりませんかみたいなこと言ってくれたから、じゃあうちの店でちょっと歌うまいやつを選んだわけよ。はいはい。でまあ決まって、結局決まって、じゃあ他にやりたいやついるみたいなこと言ったら誰も手挙げなくて、そしたらやっぱね、唯一一人だけ手挙げた男がこの七海レオなんですよ。え、そうなの。怖っ。もうすごかったよ。ちょ、俺一個やってみたいわみたいなやつ。違います。やっぱこれ広告っしょ。いけるっしょ。ニコ生での歌歌うってことですか。そう。ああ、じゃあやってもらいましょう。まず渾身の人の時だけめっちゃノリノリっていう宣伝として前回やった。渾身じゃ、渾身の歌いって。ああ、自分で選べる。マジで渾身で言ったら渾身の歌。前回言ってるか。だからやるか、ケンケン。ほらコメントでね、次俺じゃねえよ。前回見てないからレオ君のラルクが見たありますね。俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない。それはコメント拾わないと。もう渾身のラルクアンシエルだってよ。うわ言っちゃうぜ。いや、わかんない。でもここであえて。え、結局誰になったんですか。ああ、それはもう誰ですかね。ユウがね。ちなみに、なんかそのユイと。ピンピン。そうピンピンピン。あ、今回あの一枠なんだよね。ちょっとやらしい話さ。あ、なんか今回はスタジオ、フェイス新宿、新宿フェイスでしたっけ。箱だよ箱、ほら書いてるよフェイスって。あ、新宿フェイスっていう歌舞伎町にあるスタジオというかクラブみたいなとこ借りてやるらしいから。箱だね箱。うん、ちょっと経費かかってる。一人しか選べなかった。やば、俺赤。で、ゆいともあれだよね、ちょっと立候補してさ、はい、これ出たかったよね。ね、選抜メンバーに加わったよね。はい。で、レオは手挙げたものの、その日来なかったし。え、そえ、難しいやん。じゃあレオ今なんかハニー歌ってってきたから、ハニー入れとくね。ハニー苦手だから俺無理。ハニーは苦手だって。ハニーはやめてあげて。あドライバーサイじゃないの、ステアウェイかな。確かに、なんだこの流れ。じゃあガチでぶっちゃけ何が好き。そう、女の子口説き落とすげよ。ピーシーズ。ああ、それいやでもね、本当になるとラルクじゃないんだよ。おーい、あれなんだよ。俺初めてリョウ君の言い方の一面。ジンさんが本気になったら尾崎豊が歌うみたいな。あ、ちょっと待って、カラオケで歌ってた。早く歌ってた。食べてました。あ、歌ったね。めっちゃうまかったです。うまかった。いや、うまかったですよ。上から目線よ、お前。この野郎。叩いたら言っちゃったもん。叩いたらすね、叩いたら言ったらやば。
真っ赤なんてこの野郎赤いやつ。お前顔真っ赤やん。はい、もう俺照れてんの、照れてんの、はい、めっちゃ照れてます今俺。慣れないんだそのやっぱビッグ外すのは慣れないでまだ。いやでもね、ゆいともね、うまかったんだよ。だって点数が良かったんだ。あれかそのみんなで審査してる時もう40歳男いいわマジで。マグロ予選どういうこと。マグロ予選っていや、ちょっと高いだったんすよ。金持ってんじゃん、じゃあマグロ。とりあえずなんかでもさ、結構コメントもレオ歌ってレオ歌って多いしね。そこなんすよ、虹だって虹。逆にマグロ級うわって言うてじゃん。ハイド好きはやっぱり。待って、じゃあやるよ今日は。ラル君、おおおおやるやるやる。ちょっとモノマネっぽいのを含めてほしいですよ。分かった分かった。モノマネ。じゃあね、一番ね多いね、ブルーレイズが虹になってるねこれ。はい、じゃあどっちですか。ピーシーズも来てます。どっちですか。ブルーレイズね、じゃあブルーリアですね。ハーヒーフ懐かしいですね。お酒でも入ったらやってけねえぜ。ちょっと単純にやってけねえぜ。これ誰も飲んでないですまだ。本当に綺麗、はい、綺麗です。入れたばっかりです。これやってけねえぜってなかなか言わないよね。相当人間って言ってましたね。やってけねえぜ。いいねいいね。マイクくださいあるよあるあるあるよ。最高、行こうやるよ。聞きましょう。もうついてるね。ステージへどうぞ。どうぞ。伝説のステージ。あ、俺の服捨てちゃ、あのそこら辺置いといて。次あれね、はるかけんけんかゆうさんか、まあ、誰かしら。俺はいいでしょ。いや、そう、最終兵器なんでここで見せちゃったら逆に。じゃけんけんだね、次は。じゃ一回さ、次ゆいと行こうよ。あ、俺全然歌うんで、俺誰の前でも。こいつ歌好きだからマジで。歌大好きだから俺は。ゆいとより強いぞっていうの見せる。こう、うちこれでも。はい。受かんなかったからぐらいのその。そうっすよね、やっぱり一回、まあ自慢じゃないけど俺歌手のオーディション一応受けて落ちましたから俺。いや落ちてたよ、自慢じゃない。落ちちゃったんでも話しかないから。落ちてたよ。行きましょう。何全然違うのに出てるやん。全然違うのに出てるやん。マジでその色味やべ、ね、間違えたごめん間違えたやばい。ごめんマイクマイクないのマイクです。いいですよ。やば。よ。次こまげや。踊ってなきゃ。見つめ合う視線のレーザービームで。夜空に映る光の太陽は。It's only his, so I can't eat to the last.
おもびらひらりらるよじゃじゃ桑田圭介いろやったことねえし吉高由里子吉高由里子ハイボールなんで来たやったことねえし和田アキ子デフォヒンホーホーフヘンマンホーフハハヒンヒンハハホイヒラヒしばらくこれでいこうしばらくこれでリハイはウブゼマのうるさわぎ命のときめき金髪先生ジャパンうわジャパンいやー最高最高さすがコメントがもう優さんしてます完全にかませんだったっ、ね、あーめっちゃおもろかったわかまされたわすごいねめっちゃコメント増えたわめっちゃ結局ラルク・アンシェルはどこ行ったのってあれですけどねもうあーやべあれ、ね、俺完璧にこの曲が流れた瞬間にあ俺来るなって思った分かってたからこれ知らねえ曲だもんねまたラルク入れてあんのかと思ってその後に繰り上げちゃったんだ俺いや怖かったわじゃあレオはもうあのやめようよもうあの前回も歌ったじゃあこの後にラルク普通に歌ってるCM CM 次はケンケンで CM でじゃあ CM の後はケンケン歌うからねどうやんだっけうんあいつらに賞金100万裏双方はあこれか賞金 80% バック入店祝い金高額支給 BS グループ簡単だろ ワンドリンクフォートモローいっぱい飲んだ次の日って冴えないよねせっかくの可愛い顔が台無しだよ余分を内側から取らなきゃ飲んでも綺麗を守る飲むならセキュリティフィールベタまあ俺のラルクアンシェルはね、お金使ってくれてアフターでカラオケ行きましょう。あ、そっちが。うん、それなんか最近行ったさ、アフターで面白かったこととかない？むしろどこ行くんですかみんな。あ、アフターでしょ。絶対教えたくないよね。俺アフターしないけど、みんなで飯食うこと多いじゃん。俺男同士で。絶対教えたくないもん。美味しすぎて。わかる。昨日。ユウと行ったんだよね、うん、行ったマコと誰だっけリンか意外な発見あってシラキアってみんな知ってるよねシラキアチェーン店のね俺くっそうまいねああシラキアうまい超びっくりしたんだよテンション上がってきたなしかもなんかこういうソファー席みたいのがあってねいいとこでどこのシラキアだっけ駒劇前駒劇前の多分ねなんだっけバグースとか行ってるビルのシラキアかなそうあそこのとこ行ったんだけど超良かったわ終わったね初めて行ったけど結構後半戦酔っ払って放送したけどねうちの代表が昨日俺は何かしたのこれしてたよ言えないことしてたわ言えないことしてたわ代表酔っ払うとねもうすごいからねえなんかな変なことしたしてたよしてないしてたよしてないトイレとかトイレ何トイレええ覚えてないのえ覚えてない覚えてない何何何言えない言えないいや、言って言って言えないわ NG とかいや、俺も言えないよね一緒に帰ってコンビニでチンコ出すとかねいやないよねうん、あるある、よくあるじゃそれを俺喋ったんだよねそれ喋ったのそれを喋ったの俺はね、チンコ出して思い出したのチンコ聞いて聞いてコンビニでね、チンコ出し始めたから俺は写真を撮ったわけよ面白いなって俺も酔っ払ってたしで、それを送ったんだよ、じいさんにで、次の日初回でリクエストがね、なんか同時に2、3件ぐらい入ってたの全部にそれ見せんの見て見てっつって見て見てっつって
もうただの変態だよね、小5で小5。昨日、あれだよね、俺トイレしてたよね。トイレしてて、お手洗いのお手洗いで一緒に行って用済まして、で、その後、向かいのトイレに、向かい、あ、女子トイレに入ったんだよ。そう、入って、入ったね、確か、入って、出てくる瞬間に、女の子と鉢合わせた、やばそうだそうだなんか入ってふざけてて、で、先に優が出てっちゃったんだよね。人生やばいっすよみたいな、やべやべ、で、俺もなんかそろそろなんか誰もね、女子トイレ女子いないから出ようかなって思ってさ、扉開けようとしたらちょうど向こうから扉開いてきて、女の子入ってくるの見えたから、で、だから俺なんか決まってくって、俺は離れて見てたからいいの、やばいと思ったから、すいませんみたいな、なんかちょっと俺とも、あっみたいな感じの、みたいな、え、行っちゃってんじゃん、一応出しといた、行っちゃってるの、あ、渡してくれ、俺女だよって、超決まってかった、岡間橋バレる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 、おかまってどっちのトイレ入るんだろうね、あれね、あれ、まあ一応チンコついてるから男じゃないですか、チンコ切ってたら女でしょ、女、あで切っちゃうってことだって、心が女の子ってことでしょ、うん、ゆいとはどっち行くの、俺いつも女子弁入りますね、女子弁やっぱりか、やっぱりか、いつも女子弁入ります、やっぱりか、心女の子だもんね、はい、可愛い系ホストになりたいんだよ、その可愛いちょっと違うだろういやー受けたわ、昨日はすごい、じいさんと飲むと面白いよね何かしら事件は起きるね、何かしら事件は起きる、でも毎回飲んでるからね、俺はもうピノでもさ、結構飲むじゃん、飲みましたね、誰と飲むの、うちの従業員だと基本でも俺とかじゃないですかね、そう、もうこけよ、俺結構誘うんでえ、マジで、はい、超意外だろ、そうね、やっぱ俺面倒見いいんで、やっぱり、だとしたらなんで春なのいや、まああ、いい言わなきゃ、つながるでしょ、いいよ、言わないで、ハルとは何回、喋ったことある、何回喋った喋った回数で数えられるぐらい、何往復ぐらい、あー、8往復ぐらいじゃない、全然喋ってない、8往復ぐらい、あ、はじめまして、ピノです、よろしくお願いします、はじめまして、ハルです、喋ってないよからの、やっと今で、ね、やっと今コメントが3分ぐらい来てない、なんか止まってる今、止まっちゃってる、え、ピノどこらんで飲むの、いつも、俺はやばい、本気か、ほらほら来て来て、六本木麻布でしょ、麻布でしょ、はいはいはい、麻布たまにっすね、たまに、六本木いいよね、六本木、何するの、六本木で、六本木でバーで、本当にバーかえ、はい、時間的にバーですよ、時間的にバー、六本でペロペロしてんだろうな、ペロペロできたらいいっすけどね、六本木と麻布でもさ、エロいじゃん、定番すぎて、あんまりでも六本木とかは定番すぎてな、いやー、定番すぎるな、六本木エロいよな、六本木いいっすよね、いいっすよ、六本木いいよね、わかるわかる、俺外人好きなんだよ、普通に外人入ってくるっすよ、いや、いいよね、俺外人と飲んでんの超好きなの、ハワイで大暴れしたからね、超かっけーよな、外人、外人やばい、マジで赤くない、大丈夫、いや、大丈夫、画面の位置真っ赤よ、いや、飲ますよ、やばいっすね、これ外人とセックスしたやついいの、あ、俺あるよ、もうユウさんすよ、え、マジであんの、ユウさん、俺どうなん、いや、やっぱ俺勝っちゃったね、え、どこでえ、ちょっと男、いや、俺マカオだね、男なわけねえだろえ、マカオで何人と、ね、ロシアとね、香港の人ってやったわ、あれブラジル人じゃないですか、ブラジルは、ブラジルとスペインは今やりたい、お欲望がある、え、他になんか外人って、スペインやったっす、え、マジ、ケイ、いいの、うわ、待ってっちゃうじゃん、エスパニョール、スペインで、いやメキシコでスペインで、ニコ玉出るって決まってから、その話作んなくていいから、本当にその話作んなくていいから、龍は龍は、いや、それがいいよね、超ケツでかかった、つか俺ね、そうなんだよね、俺ちょっと、ね、外人の太ってる感じの方がいいんだよ、あーそうですね、でもさ、やっぱさ、激しいよね、声とかも、喘ぎ声も、お前、俺も激しい、OS、いや、なんかやったことあるか、やったことあるか、あるいや、これ喋っていいのかな、画面見ても誰もオッケーサイン出さねえし、もう喋ってたの、あ、でもまあ同じようなもんだよね、海外行った時、海外行った時、うん、俺も海外行った時だ、大臣、言葉が通じないですもんね、コメント頂戴、これ言っていいのかな、思ってるよ、いや、なんかさ、いいよね、タイのキャバクラみたいなとこ行ったことある、あ、ないね、え、あんの、
いやなんかキャバクラなんてあるの？カラオケバーみたいなのあってあの日本語全然喋れんのよ。でそこであの2時間かなカラオケ歌い放題で確かね1万5000とかかな、でプラス1万出すとその後女の子2時間買えるんだよ。やばっ。結構でも買ったってことか。買ったってことか。買ったし、やったんだ。やばやば。いやでもこんなのさ今話せるだけあってやっぱりすげえ前だよ。あまあ、まあまあ、もちろんあの3年前ね、3年前。今はそんな元気はないよ。さすがに。だってやっぱあのエロい、ドエロ。そうそう。あの頃はやっぱ性欲固まってっからさ。やっぱドエロって言ったらもう七海レオさん。話がっつり切り替えたな今。びっくりしたわ。レオが黙ってるからさ。いやいやいや。なんか話がバラバラ。レオドエロのドエロの女の子がいいの。ドエロい女の子とかいいの。いやーみんなエロいもんだと思ってるよ。病気怖いっつうか病気だったらねそんなこんなこと話せないんだよ普通は。結構。確かにニーズとかやだよね。こういう話はめよう。暗くなるね。みんなエロいよ。みんなコメントちょうだい。みんなエロいよ。それしか言わないね。病気持ってる。それだけ。そっち動いてる。病気持ってて怖そうって。ちなみにでもそのタイの女とはあのメールアドレス交換してあの帰国してから1ヶ月ぐらい連絡取り合ったんだよ。すごっ。英語で。あの、うん、でなんかメール上で彼女になった。親指の恋愛ってやつ。親指の恋愛。メルカド。楽しくな。だから病気持ってて怖そうっていうかさ絶対この人とはやらないから大丈夫だよね別に。病気持ってないし。いや分かる分かる。なんかもうね偏見ですわこんなもん。分かる分かる。足ホストは性病持ってるみたいな。レオ君は足の普通の人変わるからね。普通の人も変わんねえしみたいな。むしろてめえが持ってんだろって思う。キレてんな。めっちゃキレてんじゃん。もうバチキレてんな。怖いや。バチキレてんな。3人にする。今度からしますじゃあ。じゃあレオ1回だけレオ1人だけっていう。いや全然多分楽しくできるよ俺は。え一人で？全然楽しくできるタイプ。5分ぐらいレオ一人でやってみる今。いや全然楽しくできるタイプです。えじゃあ俺ら画面の後ろ行こうか。一回じゃあ。えでもさピン放送をさこうさ分けてさやるとするじゃん。はい、はい。で今週は誰々のピン放送ですみたいな。はい、はい。コメント数少なかった時とかもう観覧来てなかったらマジでしょげるよね。泣いちゃうよね。俺が一番人気なかったんだみたいな。俺だったんだーみたいな。とりあえず次回はまあ。レギュラーのさ、何人いるの今。レギュラーは、1、2、3、4、5、5人。じゃあ、次回は、2人ずつ出そうよ。2人放送やる、2人放送。2人放送、なるほど、行こう。じゃあ、どうする？アミタカジで決める？誰かが龍河と2人になるってこと？じゃあ、俺が決めときますわ、適当に。どうしようかな。誰がいいとかある？逆に春は誰がいいとかある？ケンケン誰がいい？ケンケンとハルじゃない？ぶっちゃけマジで俺誰でもいいっすよ。あでもどうなんだろうね、2人だと変な話しそうだね。変だからいいんじゃない？誰かやりたいとかあんの？気まずい2人にやってほしいって。気まずい2人いねえよそんなの。気まずい感じでやろっかじゃあ。マジで俺誰でもいいな、リアル。うわけんな、うん、どうしようか。ピンピン。俺と渚の1対1の放送も面白そう。すごくローテンションなまま。ジンさんとリュウガだって。じゃあそれはコメント。いや俺リュウガ、リュウガ嫌だな。絶対嫌じゃないですか。公開主義だよ。めっちゃヤバいじゃないですか。やべ大丈夫。ちょっとじゃあさ、これさあのじゃあじゃあ順番的にまあ一発目じゃあハルと、あ俺からやるわ。じゃあ俺まあハル、レオ、ケンケンの順番でやるとするじゃん。でまあ俺がその一緒にこう出たいやつ、まあ、例えばもう誰々とみたいなで誘っちゃって、別にこのメンバーじゃなくていいからね、この中のメンバーじゃなくていいから誘って、そこでこう2人で放送みたいにやろうよ。気まずい同士で。気まずい同士だと思う。じゃあこいつ一番絡みにきいなっていう従業員と。うわ、呼ばれても嫌だな。こいつマジで絡みにきいなみたいな。ハルさんはちなみに、ハルさんはちなみにじゃあ誰誘う？そうなったら本当にじゃあちょっと気まずい人誘おうよみたいな。気まずすぎて言えないのよ。もう変な意味じゃなくて、変な意味じゃなくて普通に嫌いとかじゃなくて、ちょっと絡みはちょっときついなっていう。翡翠とかじゃないか。
絶対嘘じゃん。絶対嘘で弟子じゃん。弟子じゃん。じゃあ 来週からじゃあそれちょっとやってみようか、4週間にわたって。少人数制ですか。うん、少人数。あの、それもちょっとこの大人数、俺コミュニケーション障害で本当大人数だと喋れなくなっちゃうから。まあ、人参龍河はだから俺龍河はやだ。結構ガチでやるよ。だって人参別にお前のことをやばニコ生の時は嫌い。ジンさんは結構ガチだよ。いやガチっすよ、うん、普通にガチだよ。みんなもお前に米買ってやってたろ昔。ジンさんと言いながらこいつの態度見てくださいよ。もうあぐらかいてもうソファーにこんなんすよ。お前米買えって金渡したら米に使ってなかったろ。ええー、むしろ弁当とか買ってたらコンビニで使ってたら最近だって感じだよ。最悪やん。まあでも龍河はもう本当に生活ができないと、ハルさん助けてくださいとね。こいつお金あげました。こいつギャンブルに使いましたからね。最高です。すごいね。この番組はさ、龍河のスポンサーを探すわけないからを軸にやっていけばいいんじゃないか。さすが歌舞伎町の妖精。それはやばいよ。しかもそれ言う前に俺にこいつ足で本当にやめてくださいよ。足でトントンしてくるの。ムカついたから言った。逆にね。公開処刑ぐらいだね。いいっすね。いいねいいね。まあちょっとね、コメントその内容がないよとか、内容がないよ、内容がないよとか、まあグダグダだねとか、俺もそれすごい思ってるんだけど、ちょっと来週からちゃんと内容をないようなことをないように、さすが代表よっしてくんで、来場4000円、すごい4000円いったんだ。見てくださいね。そういう筋はないよ。じゃあ最後、ピノで締めましょう。え、俺はどっちにしろ、はい、多分見てる人分かってんじゃないですか。ピノアップで YouTube じゃ分かんないのかな。流れるピノアップで、ピノアップで来週も見てね。ちなみに、明後日はうちの春官房さんのバースデーイベントだから、全然入ってこないな、たまに。言って早く。おいでね。来週。おいで。早く早く早く。八。あさって誕生日。誰みんな待ってるよ。誰の？春さんの誕生日。カムヒ。春カムダの誕生日です。カムヒ。無駄だった。全然。全日本ホスト歌がうまい王座決定戦。全国1万人の在籍ホストからたった一人選ぶ今大会で。本格的アーティストデビューするのは一体誰なのか。参加資格はホストであることのみ。現在参加者募集中。ナイトチューブはあなたの夢を応援します。チケットお問い合わせはニコナイト @nightchube.net まで。出かけるすべもなく黙り込む。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。